続いての問題です。次の星座のうち実際に88星座にあるのはどれでしょう。のどぼとけ座、くるぶし座、耳たぶ座。京大経済学部主席植木健二。髪の毛座。京大経済学部主席植木健二。今まだ出てないよ。まだ出てないはずなんですが、どういうことですか。人間の体の部位の名前をどんどん挙げられていたの で星座になっている人間の体の部位といえば髪の毛が浮かびました。問題が読み上げられる前に分かってしまうという見事な推